中年オタッキーです、大雪の中のね、なんとか走り切りまして、今納品先のね倉庫に到着してるんですけども、まあそんなわけでちょっとカーテン閉めてるんですけどね、まあ結局ね通行止めになっていたんで、ものすごい苦労しました。行きがけは良かったんですけどね、行きはよいよい、帰りは怖いということで、今年まだ何度かこんなことがあるのかなと思ってちょっとビビっておりますがね、まあ雪が降るときはドカッと降るのがね今のトレンドになってますよね、雪が降ってる地域の方、十分にお気をつけくださいませ。そんなわけでね、今日は、写真があんまり撮れてないということで、よっこらしょ、はい、このカメラを紹介していきます。結構長い間っていうか、長い間撮ってたわけではないんですけど、長い間車に積んで、まあ、チャンスがある時に写真を撮ってました。 EOS40D っていうのをね、使ってきました。まあこのカメラね、北の高様から提供いただいたカメラになるんですけども、どんなカメラだったのか、どんな使い方をしたらいいのかとか、まあその辺をね紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するね、この EOS40D なんですけどもね、ちょっと前っていうか、もう結構前になりますけど、EOS30D を紹介しましたけど、その後継機種になりますね。まあ、パッと見た感じで変わったところは、まあ、この液晶画面がすごくでっかくなった、というところですが、他にどのぐらいに変わったのかっていうのをね、いろいろ説明していくと思いますが、とりあえずね、キャノンのね、カメラミュージアムにデータが残っておりますので、そちら紹介していこうと思います。発売年月は、2007年、平成19年9月。価格はオープン価格ということで、とりあえずね、で、載ってないですけど、実税価格は10万円、ボディで10万円前後ぐらいだったんではないかと思います。EOS40D は機能や使い勝手で市場から好評を博した EOS30D 2006年3月発売の後継機種で、最先端のカメラ技術を随所に投入することでさらなる進化を遂げたハイアマチュア用デジタル一眼レフカメラである。新開発の約1010万画素、自社製 CMOS センサー APS-C サイズと高性能画像エンジン DGIC3 の搭載により高い解像度と豊かな快調性を両立とともに ISO100 から1600の幅広い感度でノイズの少ない優れた画質を提供。さらに 6.5 コマ秒で75コマ連続撮影可能な高速連写の実現。全点で高精度なクロスベーシスの即興を行う9点 AF の採用。見やすさが向上した倍率 0.95 倍の新設計のファインダー搭載などカメラとしての基本性能を大幅に向上したということですね。まあ、この、説明があるようにね、かなり高性能になったということです。AF も、優れているということで、まあ、センサーも良くなったということですね。あとね、特徴的なのが EOS30D にはなかったダストクリーニング機能が搭載されたことですね。電源をオンすると自動的にね、センサー周りのダストを清掃するというね、自動的に清掃する装置がつきました。30D とかね、初代 5D とかはね、これがなかったんで、センサーにゴミがついたら、シャッター幕を開けてセンサーをね、出してね、ブロワーで拭いて一生懸命ゴミで飛ばすとか、そういう作業が必要になったんですが、一応このモデルからは簡単なダストが飛ぶようになっております。あと結構驚いたのがね、ファインダー倍率 0.95 倍というのが驚きました。こう、かなり高級機、で、まあ、等倍に近いというね、ファインダー、結構見やすいファインダーになってまして、アイポイントも 22mm とやや高め。メガネをつけてでもね、一応全部ファインダーの中がはっきり確認することができますね。で、バッテリーはね、本体だけだとバッテリー1個になるんですけど、こちらはね、バッテリーパック。BGE2N っていうバッテリーパックを搭載していますので、電池が2個入るようになっています。まあ、これ1個しか入ってないです。1個でも、活用することができます。で、バッテリー1個で撮影可能枚数が常温で1100枚。フラッシュを 50% 使っても800枚。で、0度付近、まあ、低温時で全てストロボを使わない状態で950枚。で、ストロボ 50% 使うと700枚撮影可能ということで、バッテリー2個にするとこれがまあおそらく倍になるんでしょうから、かなりのね、枚数を撮影することができると思います。おそらくはプロカメラマンでもバッテリー2個満充電で活用すると丸1日撮影しても大丈夫なんじゃないでしょうか。
この辺はね、ミラーレス一眼と大きく違いますね。で、一応ね、ライブビュー機能が搭載されております。このね、サブ電子ダイヤルの真ん中を押すとね、一応モニターに、これちょっと見えにくいか。でね、これ一応オートフォーカスもできるということなんですけども。ああ、オートフォーカスはね、一辺シャッター幕っていうか、閉まってね、ミラーでオートフォーカスを設定するようです。で、ピントを合わせてシャッターを切るっていうことになりますね。まあ、こんな感じになっております。で、このカメラのスペックなんですけども、画像サイズが 22.2 から 14.8 ということで APS-C サイズになっております。レンズは EF レンズ群、EFS レンズを含んで EF レンズほぼ全てが使用可能です。マウントはもちろんキャノン EF マウントですね。カメラの、センサーの画素数は1010万画素、総画素1050万画素ということで、現代のカメラに比べると画素数はかなり少ないですが、十分な、画素数になっていると思います。まあ、ローパスフィルター固定式、RGB 原色フィルターのカラーフィルターを搭載しているということですね。で、JPEG ローということで、同時撮影可能。ラージファインの JPEG で、3.5MB。で、ローの大きい方で 12.4MB ということで、ローでも 12.4MB で記録することが可能ということで、まあ、この辺はね、現在の高画素機ではないという、小さいサイズで画像を記録することができるんで、能力の低いパソコンとかスマートフォンでもサクサク再生することが可能になっております。で、今回はね、このカメラ、まあ、どういう風に使うかっていうこともさっきちょっと話しましたけど、まあ、デジタルカメラっていうことで、オタッキーのチャンネルを視聴されている方はおそらく、まあ、フィルムカメラのサブカメラ的な使い方をするのではないかということを考えまして、すべてプログラムオートで撮ってきました。これね、30D の時もね、プログラムオートもしくはね、絞り優先オート、まあ、AE を使って撮ったんですよ。まあ、この手のカメラはね、まずフィルムカメラと違って、まあ、ラチチュードね、デジタルカメラではダイナミックレンジっていうんですけども、それが狭いということで、体感露出ではまあ、撮りにくいということもありますし、AE の能力は結構ね、大事になってくるのではないかということで、まあ、とりあえずね、プログラムオートで全部撮ってきました。使ったレンズがね、EF-S1855 3.5 から 5.6 IS ということでね、このレンズで撮影してきました。まあ、マキエレンズということでね、以前から申し上げておるように、マキエレンズはね、写りが非常にいいということでね、その辺の写りも確認していただければと思います。ね、それではね、このカメラで撮った作例、ここから、結構枚数20枚ということで多めに紹介してまいります。それでは作例です。はい、作例になってまいりますがね、1枚目いきなり AE はかなりしんどい状況ですけど、やっぱりアンダーになりましたね。まあ、その後はご覧のようにね、ほぼ適正露出、かなりこれも光の状態難しい写真ですけどもね、これもかなり難しい状況ではありますが、かなりいい露出で撮れていると思います。で、何よりね、最近のデジタルカメラとかスマホ写真にはない絵が出てますよね。わざとらしさがないです。解像度バリバリの気持ち悪い写真ね、でないのがよくわかります。ちょっとフィルムライクな表現になっているのがわかると思いますね。解像度やや低めなんですけども、これが普通だとオタッキー的には思います。今のスマホとかね、最新のね、ミラーレスカメラの写真は解像度が高すぎてね、見てて疲れますが、このカメラはそんなことはありません。発色もね、これ全部ね、一応風景、ピクチャースタイル風景の JPEG 撮って出しで撮っておりますが、まあ一応ね、風景モデルで撮ると派手な発色をする、一番派手な発色をするんですけども、まあそんなに派手じゃないな、自然だなっていうね、好感度が高い、写真になっております。まあフィルム写真に比べるとややね、透明度が高い絵になっているのは、まあこれちょっと致し方ないところではあると思いますが、赤の発色も自然です。でレンズもね、これ逆光に非常に強いですね。このぐらいの光防で収まっているということで、
まあ、いいんじゃないでしょうか。やっぱりね、このマキエレンズは非常にいい感じだと思いますね。まあ、この写真もね、かなり光の状態難しい、状態になっておりますが、速光精度はなかなかのものになっております。まあ、35分割速光ということで、評価速光で撮りましたが、露出はね、まあ、ほぼ理想的な露出で撮ることができていると思います。まあ、このカメラね、まあ、レンズ付き、このレンズがどうかは、まあ、定かではないですが、レンズ付きでヤフオクでだいたい1万円強ぐらいで流通しているものが多いようです。ジャンク品だとね、1000円ぐらいで入手することもできるんですけども、まあ、デジタルカメラのジャンク品はちょっとやっぱ避けた方がいいかなと。運が良ければ動くものに当たりますけどもね。まあ、そこはね、ギャンブルが好きな方は、ギャンブルをしてもいいんですけどね。で、バッテリーなんですけどね、もうこの安いカメラ、まあ、安かないですけど、別に汎用品でもいいと思います。メーカーをちょっと限定しますが、ロアジャパンとかね、その辺のバッテリーだと、まあ、そこそこ安心して使えるのではないかと思いますが、できればキヤノン純正のバッテリーを使うことがおすすめですね。まあ、状態がいい中古を買うのがおすすめです。新品を買うとちょっとね、純正バッテリーが高いのでね、中古、まあ、わけのわからない電池を買うよりは、中古バッテリーの方がいいかなと思いますが、まあ、ロアジャパンのね、バッテリーでも、まあ、いいかなとは思います。ロアジャパンの2個セット充電器付きとかがいいんじゃないでしょうか。まあ、充電器がね、どうしても必要になってきます。今のね、最新のカメラとかは全部 USB 給電とかできますけど、この時代のカメラそういうのはありませんのでね。で、記録媒体なんですけども、まあ、球体依然とした CF カードなんですね。まあ、今はね、SD カードとかになっていってますけども、この時は CF カードなんで、オタッキーはこのね、CF カードアダプタ。サマーサプライのね、CF カードアダプタを使いまして、SD カードを変換して使っています。この使い方が一番いいんじゃないかなと思いますね。まあ、スマホに転送したいのであれば、Wi-Fi 対応の SD カードを購入して、CF カードアダプターで使うのがいいと思いますが、まあ、ものによっては相性で使えないものがあるので、一応注意が必要だとは思います。今回使用したのは、サンワサプライの SD、CF 変換アダプターに、ちょっと古いものになりますが、東芝のフラッシュエア。今、キオクシアになってるのかな、多分フラッシュエアも作ってないとは思いますが、東芝のフラッシュエアのカードを使いましたが、何の問題もなく使用できました。そんなわけでね、今日はね、EOS 40D の紹介でした。でね、次回は、このカメラと比較していきます。はい。これね、以前高川様から提供いただいたね、ニコン D300 になります。実はね、40D のその発売された直後にこの D300 が出てきます。キヤノンは 40D は APS-C サイズの当時のフラッグシップ。で、ニコン D300 は APS-C サイズの、ニコンのフラッグシップ、当時のフラッグシップということで、どちらもフラッグシップ機なんですけど、価格は随分違うんで、比較するのはどうかなと思いますが、まあ、とりあえず、まあ、キヤノンとニコンの APS-C フラッグシップカメラということで、同時期のものですんで、次回はこの2台を比較していくことになりますね。まあ、ちなみにね、デジタルカメラでよく気にする、まあ、高画素撮影。はい、じゃあ、高感度撮影ね。まあ、このカメラ増感しても ISO3200 までしか撮影できないんですけども、まあ、ディジック3ということで ISO800 以下に抑えた方が、できれば400以下。まあ、フィルムカメラと同じような使い方をするのがおすすめです。まあ、一応ね、ポップアップストロボも内蔵されておりますので、暗い時はフラッシュ焚きゃいいという使い方をするのがベストだと思います。高感度で撮影するとかなり、DJIG 3はノイズが出ます。これはね、もう今回撮影してないんですけども、オタッキーは以前ね、EOS 1 DS Mark III を使用していまして、まあその時はね、DJIG 3 プラスだったんですね。で、ISO 800ぐらいでもややノイズが乗るなっていうのをね、もう分かっていたんで、ISO 400以下でしか撮影しておりませんね、今回。そんなわけで、高感度撮影は無理ということで、まあ、ここが現代の、デジタルカメラとちょっと違うところですが、まあ、高感度撮影を使用しないのであれば、まだまだ現役で使えて、なおかつ、最新のカメラよりもいい絵が出ると
自然な写真が撮れるということで、まあ、最近のカメラのね、絵は疲れる、気持ち悪いって思ってる方は、ぜひ、このぐらいのね、カメラを使えばいいと思います。フィルムも高価になっておりますので、やや安価に購入できて、気軽に使える、デジタルカメラとして、EOS40D、なかなかいいんじゃないでしょうか。はい、今日の動画はこんな感じで、ここからはね、いつもの視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日の作品投稿のコーナートップバッターはプリンさんですね。プリンです、作品投稿します。タイトル、さあこれは何でしょうか、ということで、カメラは OM10、 レンズは OM28mmF2.8、 フィルムオタックビジョン3 ISO100 設定です。今年の1月の3連休中に家族でドライブに行き、愛知県内で知る人ぞ知る、岡崎の奥殿陣屋かな、これ。旧奥殿藩、を陣屋跡に行ってきました。本来はバラ園を中心に、春はチューリップ、秋はコスモスと非常に美しいお花の撮影スポットなんですが、お正月は咲いてるお花も少なく、閑散としています。しかし、毎年恒例となっている、私は知らなかったですが、という、ハブタンを利用したアートを展示していたため撮影してきました。今回撮影に使ったカメラは OM10 ですが、通電させるとファインダー内の露出確認メーターが上下し、適正露出を教えてくれる仕組みとなっています。しかしレンズ横の謎のボタンが、露出確認用の絞り込みボタンと今回撮影中にようやく理解し、今まで不正確な露出で撮影していると判明して愕然とした次第です。作例が露出アンダーになってしまいましたということですね。なので今回は開き直ってクイズです。さあこれは何でしょうか。ヒント、ほぼ答えですが、ということですね。さあ何でしょう、ということで作品ですけども、まあ見ればわかりますよね。でこれ葉ボタンということで、これ葉っぱなんでしょうね。まあ2024ということで、結構これ頑張って作っておりますが、光がないのはちょっと残念だったかな。かなり色温度が上がってしまっている様子がわかると思います。まあネガの場合は後から色を乗せるんですけども、どうしても撮影時の状況が、まあ、乗っかってきますので、沈んだ色になってしまうのはまあ致し方ないところですかね。光が欲しいところでした。プリンさん投稿ありがとうございます。次は北野隆さんの投稿ですね。こんばんは。写真投稿2枚お願いします。1枚目は、タイトル大きな絞り、カメラミノルタハイマチック SD、 フィルムコダックダブル X、オタックダブル X ですね、ISO100 で撮影。2枚目はマネキグマ、カメラミノルタハイマチック E、 フィルムは同じくコダックダブル X、 オタックダブル X、 ISO200 で撮影。1の撮影場所は旭川市内の公園内の遊具、2は、美瑛町内を昨週取り歩いた時の1枚です。それではよろしくお願いしますということで、作品なんですけどね、1枚目は大きな絞りということなんですけども、これ公園に何かオブジェかなんかなんですけどね、レンズの絞りバックに見える、真正面から撮ったでより面白かったかなということですけど、これだけ見るといい宇宙戦艦ヤマトの波動砲みたいな感じですね。で2枚目がこれ可愛いんですね。これバルーンで膨らましたキャラクターですね。これ空気で膨らましてあるんでしょうけど、それが非常に可愛らしくなっております。結構ね柔らかい調子になっておりましてね、まあ玄関ちょっとだけ玄関なんですけどもね、やはり柔らかい調子になっているのがわかると思います。シャドウ部がねしっかり映っていまして、ちょっとだけ露出はオーバーめだったかなっていう気もしますけどね。北野田さん投稿ありがとうございます。次はたかしさんの投稿ですね。中年おたきさん、視聴者の皆様こんばんは。今回は先日紹介させていただいたゼニット S の現像が返ってきたので2枚投稿です。カメラゼニット S、レンズインダスター 50mm、F3.5、 フィルムはコダックカラープラス200、現像データ化カメラの北村、タイトル1枚目はぐるぐる、2枚目は1月2日朝、インダスターの写りってこんなだったかなっていうほど癖がバリバリに出てくれたので、とても満足な写り具合です。1枚目はボケを盛大に出してみようと最短の開放で撮りました。2枚目はなんとなく朝日を撮ったものです。フレアやゴーストが出るかなと思いましたが、こちらも盛大でした。予想の斜め上行った仕上がりを見た時の驚きはデジタルには味わえないですね。それではよろしくお願いしますという作品なんですけどもね、見事にぐるぐるになってますよね。これね、中心のね、これ、植物を
囲むようにボケがぐるっと回っているのがわかると思います。インダスターでボケが出るって、まあ、ヘリオスだったらわかるんですけどね、ちょっと初めて聞きました。で、2枚目はね、まあ、これがまた盛大にフレアが広がっておりますし、まあ、まっすぐに走る上下のゴーストも出ておりますね。左下に三日月型のゴーストとは、リング状のゴーストも出ておりまして、フレアゴースト祭りみたいな仕上がりになっております。まあこういうのもね、オールドレンズ、フィルム写真のね、醍醐味ということで、何が映るかわからないということで、出たとこ勝負みたいなのも面白いんじゃないでしょうか。高橋さん投稿ありがとうございます。次はね、侍ジャパンさんの投稿です。1月も末になり、正月早々、自他ともに事故や災害の話ばかりで、先行き不安定で大転換期が来るよかもしますが、細々とフィルム写真は続けたいものです。新年初投稿、タイトルは、1枚目、黒を呼ぶ赤。カメラはオリンパストリップ35、フィルムはベルビア50。2枚目は、午後の揺らめき。カメラは富士カ ST801、EBC 富士の 55mmF1.8 仕様。フィルムはマリックスカラーネガ100です。よろしくお願いしますということですね。で、1枚目の作品はかなりアンダーになっております。まあこれね、トリップ35ということで自動露出なんですけども、これがいい感じになっております。もう本当に闇の中に太陽が上がってくるということでね、アンダー写真もなかなかいいなと思いました。で、2枚目 EBC フジノンのね、レンズの描写力がめちゃくちゃに出ております。やや楕円形ではありますがね、バブルボケっていうか玉ボケですか、これがね、バリバリに出ているのがわかると思います。で、被写界深度も非常に浅くてね、なんかちょっとね、ミニチュアを撮ったような非常に不思議な絵になっておりますね。サムライジャパンさん投稿ありがとうございます。次はメリオさんの投稿になりますね。中年オタッキー様、こんばんは、メリオです。今回が初投稿になります。東京オフの時、ひまねこ屋さんに写真投稿をおすすめされたので、投稿することにいたしました。おととし、いとこの結婚式で羽田空港から阿蘇熊本空港に出発する前に第一ターミナル展望デッキで撮影した写真です。タイトルは、空と地と旅客機、そして電線へです。この写真は多重録音です。その経緯をお話しします。イオスキスパノラマに初代、イオスキスパノラマ初代に入れて撮影していたフィルムがあったんですが、いとこの結婚式には中級機のイオス620を使いたいと思い、事前にキスの方へ途中巻き上げして、フィルムピッカーを使いベル出ししてイオス620再装填しました。キスは最初にすべてのフィルムのコマを巻き上げ、プリワインドですね。一コマ撮影するごとにパトロールに加工するプリワインド方式で有名なカメラですが、620通常の巻き上げ方向ですので、この2機種の間でシームレスなフィルム共有ができると知的好奇心に駆られて試した次第です。その過程でコマ数の数え間違いで一コマ多重録音になってしまった写真があり、失敗かと思いきや思いのほか近未来感が感じられましたので投稿します。使用フィルムは富士フィルムスペリアプレミア427枚撮り。使用カメラ、イオスキスパノラマ初代&イオス620。使用レンズ、キスには28105、F3.5 から 4.5 USM2 および、620にはシグマ100-300 F4.5 から 6.7DL です。現像はカメラの北村、フィルムデジタイズは、フィルムデジタイズは北村の200万画素でお願いしました。おたきさんは寒い日が続きますので、どうかご自愛ください。動画配信、ライブ楽しみにしております。メリオでしたということでね、作品なんですけど、これかなり面白くなっております。これね、この写真が面白いのはね、多分これね、駅で撮影したと思うんですよね。駅で撮影、高速道路の下で撮影して、シャドウ部が多い写真と、で、ハイライト部が多い写真、空港で撮影した写真ね、これが重なっているのに、結構注目ということで、まあシャドウ部が多い部分はね、かなりはっきり、2枚目のディテールが乗っかっているのがわかると思います。飛行機のもね。で、1枚目の方のハイライト部が、右下に来ている、これね、多重録音をね、撮影するときのね、参考になるんじゃないでしょうか。1枚目をね、シャドウ部が多い写真撮って、で、2枚目をハイライト部が多い写真を撮って重ねるみたいな多重録音の撮り方、ちょっと面白い、感じになっているのかもしれません。メリオさん投稿ありがとうございます。今日の作品投稿のコーナーはここまでね、待機は2名になっておりますので、まだまだ投稿よろしくお願いします。で、タイトル画面なんですけどもね、このメリオさんの作品とサムライジャパンさんの2枚目バブルボケの写真、
たかしさんの1枚目のぐるぐるボケ、北野たかさんの2枚目の可愛い写真で、この辺でちょっと考えておりますが、今回は一応初投稿ボーナスということでメリオさんの作品行こうと思います。まあ、多重録音のねちょっと新しい考え方というのもね、ちょっと見えるところがありまして、こちらをタイトル画面にさせていただこうと思います。線に漏れた方本当にごめんなさい。そんなわけでね、今日の作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回の俺のカメラはイチローさんの俺のカメラですね。中年オタキさん、視聴者の皆さん、こんにちは。イチローさんです。今回は当家で唯一のニコン機、クールピックス S01 を俺のカメラのコーナーに1枚投稿します。外装がメッキということもあり、手元にあったお気に入りのメッキ品のスパナ、KT1 ネプロスとジッポを並べてみました。当時、オートバイツーリングのお供にと機能性能さておき、大きさと投げ売り価格、そしてちっちゃくてもニコンというブランドへの憧れのようなものが購入のきっかけになったことを覚えています。残念なことに現時点では内蔵電池の充電不良により動かなくなっていますが、まだ互換電池も入手できそうなので折を見て整備してやろうと思っています。その際、作品投稿もしくはやっちまったコーナーへの再投稿させていただきます。なお、撮影機材イオスキスデジタル X に光群を素人整備したスーパータクマ 50mmF1.4 を装着、モノクロ JPEG 取っ手出しとなっております。いつものチャンネル更新楽しみにしております。寒い日が続きますが、動画の投稿、ライブ配信、もちろんお仕事も頑張ってくださいということでね、作品なんですけどもね、こんなピッカピカのねメッキのニコンクールピックスってあったんですね。ちょっと傷は目立ちますが、まあこのね、ちょっとスケベイス的なこの輝きが何とも言えないところですね。KTC の工具とジッポーライターも重ねて、映っておりますが、もうちょっと輝きをね重視してもよかったかもしれませんが、まあニコンクールピックスの文字が消えてしまうかは、これでもまあ良かったのかなと思います。こんな金ピカのクールピックスがあるの本当に知りませんでした。最近コンデジブームになっておりますので、ちゃんと動いたら結構重宝されるんじゃないかなと思いましたね。はい、イチローさん投稿ありがとうございます。俺のカメラのコーナーはここまで。ここからはやったやっちまったコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、今回はたかしさんのやっちまったですね。やっちまったコーナーに投稿です。先日オークションにてプリモフレックスを手に入れ、喜び勇み撮影した時のものです。現像から帰ってくると何やら見かけない無数の斑点が。ネットで調べてもなかなか同じような現象を見つけることもできずに、フィルム会社に問い合わせ、静電気の可能性もあるとのことですが、画像を送ると判断しかねるとの回答。フィルムとプリント写真を送って解析に回ることに。詳しく調べていただいた結果、なんと原因はレンズのシミ。さすが古いカメラ、レンズのコーティングが劣化したのか、はたまたレンズ材の劣化なのか。会社の同僚には心霊やらオーブやら言われる始末。外観はとても綺麗ですが、このレンズではとてもとても古いカメラに気をつけると身をもって体感した経験でした。過去泣き。視聴者の皆様もオールドカメラにはリスクがあることを踏まえながら楽しんでいきましょう。また対応していただいた担当各位、この場を変えて対、ご対応感謝いたしますということですね。で、こんな感じなんですよね。まあプリモフレックスということで 6x6、スクエア写真になるんですけども、確かにねまだら模様になっているのがわかります。オタッキーもねこういう作品に仕上がったこと実はあるんですよ。うん、レンズのシミなんだな。参考になりました。結構ねカラーネガの、ブローニーということで結構痛い失敗ですね。高橋さん投稿ありがとうございます。そんなわけでね、今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。まあ今回次回と連続でちょっとデジタルネタになっていくんですけども、まあフィルムの入手困難になっていること、およびフィルム価格がめちゃめちゃ上がっているということもありまして、ちょっとピンチの時にはデジタルカメラ、あとサブカメラ的にデジタルカメラ、フィルムが切れた時のための応急的な写真を撮るためのデジタルカメラ、まあ、この辺でねこういう使い方でね使っていけばいいんじゃないかと思います。でこのぐらいの年代のね、カメラ、ちょっと古いカメラですけどもね、現行機種に比べておとなしい写真が撮れるということで、もう見てて疲れるわっていうね、あの最近の高解像写真に飽き飽きした方はぜひ使ってみてはいかがでしょうかと
思いましたね。ちょっとフィルムライクでね、交換がモデル写真が撮れて、記念撮影とかにもいいんじゃないかなと思います。特に女性の写真を撮るのに向いてますね。女性はね、シミとかシワとかが気になりますから、解像度はやや低めがおすすめです。喜ばれると思います。はい、そんなわけで今日の動画は終わっていきます。高評価、コメント、どしどしお願いしますね。で、いつも言っておりますが、ドドーンということで、チャンネル登録、ぜひぜひチャンネル登録、この機会に応援をお願いし、よろしくお願いします。ちょっと動画の本数減っておりますのでね、伸び方も緩やかになっておりますが、一応1万名目指して頑張っておりますので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、通知もオンでお願いします。超変態が集うね、ライブもやっておりますので、通知はぜひぜひオンでお願いしますね。はい、今日の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、ごきげんよう。さよなら。